吊り橋を作ったという、吊り橋には欄干がなくて、こんな風になってまして、どうワイヤーで下がっていたそうです。動かなくて、渡るとゆらゆらと揺れて大変怖かったそうです。その後、木の橋ができて、そして今の橋になったという、これがその皆さん、今資料も回ってますけれども、あと船の中、デッキの方にも出て外の風にも当たれますので、ちょっと一斉にはちょっと一斉に動くのもちょっと危ないので、様子を見ながら外の方に出ても大丈夫ですので。顔でしょ。
随分外の風が当たってもいいですもんね。そんなにゾロゾロ行かないですけど、座ってる席の会議が寂しそうだよ。くぐったのが味方、今歩道橋と言います。昔はその上に鉄のアーチ型の、まあ、トラス橋と言いますけれども、橋がかかっていた。で、国道80号だったところの橋です。それが老朽化したので、現在の新しい橋、こういう高くなっているのはですね、新潟交通の電車線がこの堤防の脇に走っていたということで、それを立体交差するために高くなっています。こっちが昭和40年頃のこの辺です。旋回して回ってる電車がね、電車がまだ電車が電車が
張り方が面白い。すごい。ありがとうございました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 。ということでね、今日は皆さん乗っていただいたんだけども、やっぱりこれから僕の人を外から呼ぼうとしてるわけなので、今日の皆さんが書いたところのアンケートをね、皆さん思いがあったらまた出してください。皆さんの提案というのは今やってみたんですけども、中のやっぱりその、居心地とかね、これがこうしてどうしたらいい、もっと欲しくなるんじゃないかっていう提案があったら、またぜひ皆さんから提案をいただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日はどうでしたか？最高！はい、OK です。